は入ってましたか？私、自分を偽らなくてもいいですか？うん、友達だからおまけで1点入れておいた。よかったね、ゆうぱちゃん。はい、私、ハンリちゃんとお友達でよかったです。それではご一緒に、せーの。あ、本当に曲がった。できましたよ、先輩。物理にすら見捨てられている。我々の仕事ですよ。そうですね。っていうか、この人、猫舌すぎじゃない？はい。では、どのようにすればその気になるのですか？私は後には聞けません。何でもしますので、おっしゃってください。代表的な例だと、M 字回…そんなの無理！絶対無理に決まっ！あらあら、あんなところにいたのね。ほほう、本当にできましたか？なぜかしら。確実に偽物だ！お前の夢にも出てやるって。はい。そして天井アゴ、店の近くで猫に餌をやるな。ごめん。20キロを7回、5回、3回とできたね。初めてにしては上出来だよ。え、なにこれ、おもりなしでもめちゃくちゃ辛いんだけど。せっかくなら人間のこと思っ精一杯頑張りますので、どうかよろしくお願いします。はい、絶対に幸せにします。受け答えおかしいだろ。お、ミルクーネー。また勝手に。春のミルク、濃くて美味しい。喉に引っかかるけど。誤解を招く言い方をするな。もう食べないでよ。うん、しょうがない。